まあ、横山選手、試合を受けてもらって、まあ、寝技最強対決みたいな、グラップラー最強対決みたいな言われてたんで、勝ててよかったです。まあ、やっぱり想像以上に足が効いてて、まあ、パスとかして決めに狙ってたんですけど、なかなか行かせてくれなかったんで、まあ、その辺は予想以上に強かったなって思います。そうですね、やっぱりガードの中は怖かったんで入りたくなかったんですけど、ずっと入れられっぱなしで抜け出せなかったんで、まあ、その辺は横山選手、強いな、うまいなってやりながら思いましたね。それでもこう自分がこう勝ち切れたポイントっていうのはご自身としてどのように考えていらっしゃいますか？そうですね、ガードの中ならもう肘パウンドで打っていこうと思ってたんで、まあ、その辺は予想通り当てれたかなって思います。契約体重が、まあ、昨日の段階で、まあ66.2に変更になったんですけども、まあ、この経緯とかもちょっと馬島選手の方からお話しいただける範囲で、結構なんですけども、教えていただけますか？そうですね、時間内にまでに、あと 200g 落としきれなかったってことで、それでもう横山選手に、受けてもらって、キャッチウェイトで受けてもらって、で戦うことになったっていうことですね。その点に関しては横山選手にまあ感謝をしてそうでる。すね、はい、そうですね、まあ、今まで結構グラップラーとガンガン黒帯柔術家たちと結構やってきたんで、まあ、ストライカーともやりたいですし、今日のもう、メインカードとかのフェザー級の選手、まあ、僕より後に出てるような選手とかは戦ってみたいなって思いますね。